どうじゃん、最近ネタがなくなりつつある雨宮です。今日もバーサスレート世界一の解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。このツボは開幕 DT4 じゃないかな。さあ DT4 ですね。DT4 組に行く。それに対して相手が開幕 TSD。で、再びバックトゥバック付きの T スピンダブル。しかし、穴的には直列できているので、問題なさそうで、STSD 作りに行って、しっかり総裁外しからの STSD 打ち切る。相手が、しっかりとしたこちらの総裁外しのプレッシャーがかかって、置きミスして刺さりましたね。まあ、積み込み体制で、間に合えば強かったけど、まあ、しっかりとした、強気な総裁外しがね、ああいう風なプレッシャーになって、置きミスを誘うんですよね。さあ、パフェ済みでパフェ取れる。2連パフェは狙わなかったけど、無難に総裁外してって、これも総裁外しの構えだが、相手に火力がないのを見て、しっかり総裁、てか、即座に火力を送る体制に切り替えましたね。さあ、切り替えていき、相手がティーミノ間に合わず、ティーミノが間に合っていれば、まだまだいけそうな形ではあったけど、ちょっと間に合ってなかった感じでしたね、今のは。さあ、再び DT4。相手も DT4 組んでますね。相手も DT4 組んでいき。こちらが、DTTK の構え。それに対し、相手が、普通に T スピンダブルから、TSD、てか、テトリスか。テトリスに、バックトゥバック付き重視の感じといったところでしょうかね。さあ、テトリス間に合わせて、今の間に合うのでかいですね。しっかり速度で、総裁間に合わすこと重要。間に合わないと、後々辛くなるので。あそこはしっかり速度で、総裁を間に合わせていくと。で、ティーミノ、エルミノ、エルミノ、エルミノまで削りましたね。6連までのホリデーのルートで。さあ、ST ティック、ST ティックされて、ちょっと危ないかと思ったけども、相手も置きミスしてるんで、その妥協のホリデーなんで、問題はなさそう。さあ、テトリスから、Z ミノでドネイトですね。ドネイトでテトリスにして、ここもしっかりテトリス掘りにしていきたいところだが、テトリスにして、掘りで、エルミのアイミのジェイミの、ゼットミのジェイミのティームの前か。1連受けたことによって、連のフォアが1連振れましたね。それがでかかった。しかし、相手の穴が直通、直通。電車のような直通だ。テトリスで、ここは無難に、ちょっと受けの体勢を整えながら、相手が置きミスしているが、あれは S ミノで、リカバリーするかと思ったけど、普通にアイミノ突っ込みに行きましたね。S ミノでリカバリーすれば、その残りの死刑が T スピンダブルになったんで、それでリカバリーするかと思ったけど、素直な単純なリカバリーだった。さあそこに、追い打ちの、8連までのアイミノの3ライン消しか、強かった。配置連での3ライン消しなんで、まあ LJ イリュージョンはいきますね。LJ イリュージョンなんで5ライン攻撃で非常に強かったですね。ホリレンが刺さった感じでしょうか。しっかり置きミスしてたところにホリレンの8連ですね。強いですね。しかも8連は8連でも3ライン攻撃なんで、それが強い。実質11連目とかの1ライン消しの攻撃と同じ火力なので、LJ イリュージョンは。5ラインですからね。非常に火力が高かった、高くて刺さったといった感じですね。さあ次。これはパフェ済みかと思ったけど DT4 にしていく。まああのツモは DT4 かパフェ済みか基本的には気分で決めてるんじゃないかな、自分は。さあ再び DTTK の体勢。相手がパフェ済みの体勢で。しかし、ちょっとパフェするにはソフトドロップが多いと判断したが、パフェは取らず。多分パフェあったよね。パッと見だったからちょっとわかんなかったけど、あったような気はした。さあ、総裁外して速攻。いや、だって、いいっすよ、とも。速攻で総裁外しからの攻撃を送ると、そういうボイスになりますね。さあ、これできれば T スピンダブルにしたいけど、そこの総裁が間に合わないのは辛い。そこにさらに、ティーミノの置き水が重なって、もう絶望的っすね。絶望的すぎる。まあ、ティーミノミスってなくても、今のは押し切られてましたね、火力で。どちらにしろ。さあ、DT 北んでって。さあ、シンクロしている。さあ、ここで総裁は当てに行かなかったか。さあ、強い。ここで、下穴が T スピンになるのは強い。相手 TSD 組んでるけど、強気な総裁外しで、テトリス送って、有利。テトリスからのシンメトリーパワーで刺されましたね。
パワーシンメトリー強い。下なでやっぱりキースピンになったのが強かったですね。それで火力で上回ってそのまま総裁外しから押し切ったといった感じでしょうか。さあファンデーションエスティリック、ホリレンでそこまでは掘らずに、これいい判断ですね。1ライン消しずつ掘ってると本当にその手数の差が出ちゃうんで、ああいう風に2ライン消しずつ掘るのが重要なんですよね。さあ TSD テトリスの構えで、これは強い。相手がテトリスにするとちょっと地形が苦しくなると言おうとしたところで、ここで置きミスしてしまうとちょっと怪しいぞ。追い打ちというか、差し切れるまでは至らないか。さあ削ってって、ティーミの、総裁外して2ライン送ったか。2ライン送って T スピンダブル。しかし相手 STSD 間に合ってる、強い。アイミノまで、ジェルネール強い。さあダブルダガンにして、T スピンから、堀のルート。ジェイミの今のソフトドロップでテトリスにした方が良かったかな、今の。どちらかといえば。さあ削ってて、アイミノまで掘れる。まだ耐えれそうか。なんとかいけそうではあるが、どうだろう。搭載外されて、テトリス。さあ、テトリスから、T スピンダブルにして。さあ、そこに、おっと、痛い置きミス。相手 DT 砲組んでたかな。DT 砲組んでいたが、暴発で置きミスしてしまい、刺さっていきましたね。組み切っていれば、てか、一回分打ち切っていれば、全然まだありそうだったけど。さあ、相手ジェイミノの置きミス。しっかり T スピン、ダブルでリカバリするかと思ったけど、一回削ってから DT 砲にしたか。なるほど。しかし、その置きミスは見逃さまいと。しっかり連組んでて、ダブルミラー、ダブルミラー、シンメトリーパワー、パワーシンメトリー、シングロナイズアタック、LJ イルジョンまで12連で、しかし刺さない。ギリギリ生きたが、どうだこれ。地形的にはしかし相手辛いぞ。アイミノで、エルミノまでのホリレンドルートでまだ刺さってないか。アイミノまで間に合う。まだ耐えれるか。3ライン消しは耐えれるぞ。耐えれるが、さすがに刺さる。でも相手、凄まじい耐久でしたね。12連まで、こちら、連、積んだのに、てか、連発火したのに、しっかり耐えていきましたね。12連っていうと、まあ、LJ リージョン2発分なんだけど、まあ、それまでに、まあ、ツインインパクトとか、4ライン分攻撃も送られているはずなので、まあ、よく耐えたといった感じですね、これは。しっかり置きミスの行使連だったんで、あれはまあ、本当に最強なんだよ。それをよく耐えたなと思います。では、もう一つ見ていきましょう。これは開幕 TSD かな。TSD ですね。TSD にして、相手も TSD。TSD パフェはなさそう。TSD パフェはないが、LJ イルジョン、総裁当たる。さあ、これも全部総裁当たる。LJ イルジョン、これも総裁当たる。エスティティック対 LJ。マジックエスティティック対、イルジョン LJ。はい。TSD にして、ここバックトゥーバックつけてって、しっかり、テトリスから TSD。相手も、T スピンするか。さすがに T スピンにはせずに、妥協して削ってから、テトリス、TSD、で、さらにテトリス。地形的には相手の方がいいけど、まあまだまだこちらも全然いけそうな地形ですね。相手 T スピントリプルにしてるけど、いや、T スピントリプルにしてるのは強いな、でも TD アタックになっているので、火力重視で強そう。そのテトリスが総裁当たらないの辛い。どうだ？空手で ?T スピンシングルにして、S ミノで一回削って、アイミノでなんとか耐えに行って、まだいけるか？下が直通なんで。テトリス、T スピンの、おーっと、しかし、アイミノが間に合わず刺さっていってしまう。ああ、どうだったかな今の T スピン作りに行って、一回 T スピンシングルでもいいから打って、総裁当てるべきだったかな。ちょっと迷っちゃいましたね。若干迷ってしまったのが致命傷になってしまった。さあ、今回も、相手がミスってるのをしっかり、ファンデーション総裁当てて、さあ、ここで妥協して発火していく。エルミノ、おーっと、ミスってしまっていく。ちょっと今のエルミノをできれば回転でさせたかったんですよね。しかしまあ相手も置きミスしてるんで、7連までの堀連打が、じゃない、8連か。8連までの堀連打がまあ有利にはなりましたね。しかしテトリスまで掘ってって、
まとめしたいせい、地形整えて、さあそこに大美濃の機密、あれは致命傷っすね。こちらが火力も3連発遅れる体制のところに大美濃の機密してしまったんで、しっかり刺しに行きましたね。てか、まあ相手が事故ったって感じですね。事故らなくても、まあ相当有利ではあったけども。さあ、パフェ済み対 DT4。DT4 の方が1ライン多いですね。その、パフェ済みまでの、パフェ済みまでのその関係で1ラインを送れれば、完全総裁だけど、単純な火力計算だと、パフェ済みの方が、てか、パーフェクトクリアの方が1ライン少ないですね。10ラインに対して相手が4ライン、7ラインなんで。11ラインと DT4 の方が火力自体は高いです。さあ、ツインインパクト。ちょっと下穴埋めてしまうんで迷ってしまったが、まあ、総裁当てて、まあ、総裁当てればいいだろうという思考で、しっかり下穴埋めてからテトリスにしていって、まあ、あんまり考えすぎるぐらいだったらね、もういっそのこと下穴埋めて、掘りに行った方がいいので。さあ、ジェイミノまでの掘り連動と、しっかり下穴まで掘って強いぞ。Tスピントリプルにはしなかったけど、積み込み体制ですね。しっかりとした総裁外しから、テトリス2連発、相手が、Z ミノのキミス。さあ、そこをしっかり刺していきたいところだが、Z ミノのキミスしてしまう。そこをしっかり積み込みでリカバリして、相手がもう超致命傷っすね。オキミスにオキミスが多発して、もう究極、超究極、絶望的と。ミスミスのミス。ミスタービーンって感じですね。さあ、TSP パフェ強い。なんとかタイミングが。さあ、この T スピンダブル。ここで総裁当てられるのは美味しい。しかし、ちょっと掘りにくい形だぞ、これ。あいみの突っ込むと掘りづらいし。その2ライン消しだと、ちょっと弱いんだよな。さあ、それを見て相手しっかり、待ちからの、エスティティックテトリス。なんと、おっと、T ミノずれてしまっていく。TLJ とまだ掘れそうだったけど、完全に一個横移動入らなかったですね。まあ、入って掘ったとしても、総裁外しから押し切られてそうな気はしたけど、まだワンチャンあったかな。さあ、T ミノ置きミス。さあ、これはどうだ。エルミノでリカバリして、掘り連にしていく。アイミノ。ここまでで、しっかり3、おっと、3ライン消ししようとしたが、ジェミノになってしまい、さすがに辛い。そこに T スピントリプルなんでね、バックトゥーバック付きの7ライン攻撃で完全に刺しに来ましたね。さあ、これはちょっとエルミノを置くとこに、ジェミノの縦置きか、縦置き、完全にあれ致命傷っすね。下穴を、もう、もろ埋めていたんで、もう死ねえ、もう、刺されと言わんばかりの、ジェイミノだった、まあ、致命傷ですね。はい。致命傷でした。まあ、ああいうのは、しっかり確認するといいか。まあ、しょうがない部類かな。まあ、どうしようもないからね、オキミスは本当に。減らす、どれだけその最適化極めてて、まあ、しっかり冷静にやったとしても、ミスしちゃうときはミスしちゃうんで。まあ、こういうのはしょうがないかな。うん、しょうがないですね。はい。ああいう、こういうも、しょうがないときもあると。まあ、人生、しょうがないときもありますんで。皆さん、まあ、ちょっとね。心折れそうな時は、あ、しょうがない、しょうがないんだとね。まあ、割り切ることも重要です。はい。はい、じゃあ、こんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。